広瀬豊1月18日から2006年7月20日は日本の実業家、編集者、陸上競技者設立者、元社長、元関東学生陸上競技連盟会長。名字の広は正確には現にき、愛知県稲沢市に生まれる。愛知県立一宮高等学校を1950年に、卒業1954年に、 厚生大学経済学部を卒業し、ベースボールマガジン社に入社。機関だった陸上競技マガジンの編集長に就任し、月間化する功績を果たした者の大社。その頃教科書出版に進出する講談社から保健体育の編集者として声をかけられ入社し、同時に1967年に陸上競技専門誌、月間陸上競技を創刊。 編集長を務める。講談社が教科書出版から撤退した後は、スポーツ出版部長を務め、日本雑誌協会の活動にも尽力していた。1986年に陸上競技者を設立し、社長に就任する。2001年から関東学生陸上競技連盟会長を務める。2006年7月20日に、肺炎で死去、74歳。高校時代は、 三段飛べで、国体出場などの活躍をする。法政大学に進学後、結核にかかり引退し、関東学生陸上競技連盟の幹事として、ユニバーシアードへの参加などに尽力した。2003年の箱根駅伝第79回より、出場校を15校から20校に増やすなど、箱根駅伝を国民的な人気イベントに発展させ、また、トワイライトゲームスを開催するなど、 陸上競技の普及に尽力した。広瀬が陸上競技者を設立後は陸上競技者が編集し、講談社と共同で発行している。ありがとうございます。